心配いらないあるよ。僕一人で大丈夫なのだ。だってあとは並べてどんどん焼くだけだからね。ここは僕に任せてもう満体。いってらっしゃーい。シャオレンってば、ちょっと心配しすぎある。いくら僕でもこのクッキーを食べちゃったりなんてしないのだ。いい匂いある。早く焼けないかな。お、我が弟子。さては君も匂いに釣られてあるな。今料理部のみんなでハロウィン用のお菓子を作ってたある。明日町でハロウィンのイベントがあるでしょ。そこで配るんだ。ああ、他のみんなはね、イベントの打ち合わせだったりラッピングの材料を取りに行ったりで出かけてるのだ。もうすぐ帰ってくると思うよ。僕はオーブン版をしながらお留守番なのだ。うん、みんな戻ってきたらご飯ある。僕もうお腹ペコペコ。あ、焼けた。どれどれ。はい、上手に焼けてるある。見て見て、すっごく美味しそう。形も可愛くできてるある。かぼちゃとかお化けとか。この黒猫はね、ココア味なのだ。あ、オーブンがあったかいうちに次の生地を入れないと。時間は何分だっけ。よし、これでバッチリやる。はあ、幸せな匂いでいっぱいなのだ。ふんわりサクサク。ねえ、転校生、こんなにたくさんあるんだから味にしてもいいよね。ダメ、ダメなの？どうして？だってこんなにあるんだよ。でも、そうなのだ、ダメなのだ。今は我慢なのだ。一つ食べちゃったら最後ある。だって一つじゃ足りないもん。それにクッキーって焼きたてよりちょっと冷ました方が美味しいってカリンが言ってたような気がするし、シャオレンも絶対怒るし、それにこれは僕たちよりちっちゃな子供たちのためのお菓子ある。だから食べちゃダメ、食べちゃダメ。転校生、そのキャンディーくれるの？うん、食べる先生。甘くて美味しいやる。あ、みんなおかえり。クッキー焼けたよ。僕、つまみ食いしないで頑張ったある。ほんとだよね、転校生。さあ、袋詰めも頑張るのだ。あ、転校生、ただいま。イベント大盛況だったのだ。クッキーをあげた子たち、みんなとっても喜んでくれたある。だからこれ、はい、我が弟子よ、君のためのお菓子だよ。君がお菓子をくれたから僕いたずらしなくて済んだのだ。そのクッキー僕が作ったんだよ。赤いのはね、いちご味じゃなくって、もちろん唐辛子味。中にも豆板醤が入ってるのだ。ちなみに黒いのもココアじゃなくて、胡椒と山椒たっぷりある。甘いお菓子もいいけど、辛いお菓子も最高なのだ。あれ、食べないの？遠慮はいらないやる。まだまだいっぱいあるからね。